ジャンルイ・バローは、フランスの俳優、演出家、劇団主催者。日本には、映画、天上じきの人々のバチスト役、および、1960年、1977年、1979年の3度の来日公演などにより、知られた。女優マドレーヌ・ルノーを妻とした。名に、女優のマリー・クリスティーヌ・バローがいる。パリ成功、イブリーヌ・ケン・ルベジネの、 薬剤師の家に生まれた。パリのシャプタル高等中学校を卒業し、父の希望に背き、店員や中学校の自習監督係などを経て、1931年、シャルル・デュラン一座に入り、ベン・ジョンソン作、シュテファン・ツバイク及びジュール・ロマン客職のボルポーヌの早くで、初舞台を踏んだ。緊急の中で、1935年から2年間、 アトリエザ俳優学校のエティエンヌ・ド・クルーにパントマイムも学んだ。この学校にはマルセル・マルソーもいた。1936年、ウィリアム・フォークナーの母をめぐってをアトリエザで演出し、名を挙げ、デューランの友人、ルイ・ジューベにも認められた。1932年から1936年まで、ジャック・プレベール、ポール・グリモー、クロード・オータン・ラララが組織したアジュプロ劇団、 10月グループのメンバーでもあった。マドレーヌ・ルノート1939年第二次世界大戦に召集されて帰り、1940年臨時支配人ジャック・コポーに招かれコメディフランセーズにいる座した。1943年聖座員となりクローデルのシュスの靴を演出、上演したことはナチスによる非戦領機の快挙として記録されている。この頃、 銅座の女優マドレーヌルノーと結婚した。1943年から1944年にかけて天井じきの人々で主人公を演じるための撮影に関わった。1946年、改革の精霊を不服としてルノーと共にコメディフランセーズを去ってルノー・バロー劇団を組織しマリニー劇場と10年契約を結んだ。契約が切れた1956年以降、 一座は地方都市や外国へ旅工業を続けた。1959年、時の文化賞、アンドレ・マルローがオデオン座をコメディフランセーズから分離し、フランス劇場と名付け、ルノー・バロー劇団に預けた。バローはそこで、自らの演劇活動を行うかたわら、諸国民演劇祭を模様し、アメリカのリビングシアターを招くなど、世界の演劇に門を開いた。 1968年5月革命の学生らに劇場の選挙を許した角で劇団はオデオン座を追われ、その暮れから翌春まで闘技小屋のエリゼモン・マルトル、1974年から1980年までオルセー駅内の仮設小屋などで興行した後、1981年、時の文化賞、ジャン・フィリップルカの圧戦で、ロンポワン劇場に落ち着いた。 ルノーバロー劇団は、1960年、1977年、1979年の3回、来日した。1994年1月、心臓発作により、パリに没した。同年9月に後を追った、マドレーヌルノとパッシー墓地に眠っている。50本近い映画に出演した。再演は記さない。ありがとうございます。